最近、せつな、なんだこれ、最近、せつなと、ゆうま、あの辺が、私の、ネタを出してるので、一度記録を取っておきます。私がやってることは、こんにちは、ありがとうございます。私は、あんまり人と、こう、コミュニケーションを取るタイプではない。私は中身で処理をするのが多い。それで表に出なければいけない時だけ表に出るっていう風になってて、最近そのせつな、あとゆまがこう名前を出してるから、一応私がやってることを説明しておくと、最近事件があった。先月事件があって、そこから人間関係とか、そういう平和ボケみたいなものでなあなあになってたものを全部、そのマイナスの反応が出るところをほじくり返して元の体型に戻すっていう作業、あとは人格をこう近くにいる人、その症状を持ってる近くの子にこう統合というより、その子のところに行くっていう言い方をその子たちはするんだけど、あと死ぬとかそういう言い方をするんだけど、そういうのを促す仕事、あと私とキリスケっていうのが協力してくれていて、それでまあこう、その統合にこう抵抗がある子に対しては、こう記憶がまだ処理できてない子に対しては、そのキリスケが今はこうこうこうでこういう状況だとか、まあそう他のやり方を示してくれたりとか、そういうまあ口を挟んでくれたり、そういうのをして、私がこう他の子のしたいこととか他の子の望んでることとか、そういうのを采配してるっていうような感じになってます。私は今日はここの場所に最後にここの場所に来ようと思って、今までみんながいろんなことがあった、ここでまあ本当に誰が最初に来始めたかわからない、このまあ昼間だからいいけど廃墟っていうか人が来ないところ、これを私は今日最後にしようと思って、それでここに来た。ここを記憶の倉庫みたいなものにしようと思う。カウンセリングで心理師にこう記憶のファイリングっていうのを教わって、あ、今日ゆかりです、記憶のファイリングっていうものを教わって、それは帰りを利用しているものなんだけど、必要のある時には取り出せるっていう風に、こう記憶とか感情とかそういうのをファイリングするっていう方法をキリスケがこう身につけてきたから、実際頭の中で処理、頭の中でこうフォルダファイリングっていうのをしているところもあるし、実際に例えば写真とか残ってるもの、そういうのをこうファイルにしてまとめたりとか、そういうことをしてるんだけど、その一環でこの場所に大事なものとか、廃墟だから誰も触らない
ゆかりです。一応タイトルに書いてあるんだけど、ここに全部置いていこうと思って、それで今日はここに来てます。それで今までのなんだろう、鬱憤じゃないけど、そういうものをここに全部置いていこうと思って、それで今日ここに来ています。今日これが済めば、おそらくだけど、全部のものが片付くと思う。全部とは言い切れないけど、まだ小学校の時の記憶とかが残ってる部分があるから、記憶が戻ってない部分があるから、だから全部とは言い切れなくても、ここ最近ここであったこと、ここに置いていきたいもの、そういうのを全部この場所に置いていって、廃墟にあるゴミ、そういうのと同じようにして昔のことっていう風にしようと思って今日ここに来ています。まあこんな感じの場所です。はっきりした場所はまあうちのテリトリーなんであんまり言わないんですけど、まあそのキリスケが教わった記憶のファイリングっていうのは帰りを利用してる、そのもやもやした感情とか記憶とかそういうのを記憶の中のフォルダみたいなものを作ってその中に入れる。写真もやった、メールもやった、メールというか LINE とかそういうのもやった。で最後にもう実際に手元にあるもの、そういうのを全部ここに捨てて帰ろうと思って、それで私は今日動いてます。まあ報告といえばそれぐらいなんですけど、ごめん、ゆかりさんこんにちは、ありがとうございます。結構遠いところ、うち田舎なんだけどちょっと東京寄りに来たところなんですけど、まあカカが寝てる間にまあ来ちゃったんだけどね。いつも夜来るところ、そうあのね、誰だかな、オフィリアか誰かが、まあ私もそうなんだけど、夜になるとどうしても人がいないところにいなくなりたくて、それでずっと来てたんだけど、もうそれを終わりにしようと思って、まあこういう統合とか生活を良くしようっていう中で、こういろんなこう実生活に支障があるものをなくしていこうっていう風にしていったんだけど、その中で私はここに来るのをやめてたんだけど、その一緒くたにして、もう自分のものとか、自分のものというか、こうなんて言うんだろうな、大事なものというか、そういうのを全部置いていこうかなって思って今日は来てますね。基本人格は元気ですか？うちの基本は、発達障害が分かってからだんだんちょっと分かってきたし、発達、基本人格と一種って違うでしょ。基本人格がいて、それを保護するために一種がいるでしょ。その一種に着手して、その一種を何て言ったっけ、一種って自己内的自己救済者か、そうアズサっていう名前がついてる子なんだけど、その子を病院に連れて行って、それで今後の投稿とか考えようかなっていうふうに思ってるんだけど、熱中症には気をつけてくださいね。ちゃんとアクエリアス買ってきてあるんで。テクテクさんこんにちは、ありがとうございます。食いますね。つっても私が話すことなんかそんなにないんで、もう結局自分の中で回すのが
一番楽というか、ただ刹那たちが私のことを話してたから一応記録に取っとこうかなって思って、昨日の言ってた、昨日の私ちゃんじゃなくてオフィリアか、オフィリアか誰だか分かんないけど、これから処分するみたいなことを言ってたけど、あれも自分にとって大事なものをここに置いていくっていう作業なの。ここに置いていって、それで過去にするっていうこと。廃墟って誰も来ないでしょ、誰もなんて言うんだろう、気に留めない場所、そういう場所に自分の大事なものを置いていくことで壊れはしないし、ずっとそのままでそこにあるでしょ。そういうのがその子にとっては儀式だったんじゃないかなって思います。すっごい汗かいてるまあ私が言えることはここまでかなっていう感じです。ちょっと10分足らずで短かったんだけど、一応報告だけ落としていこうかなって思います。私本当に人付き合いとかあんまり得意な方ではないので、熱中症にはポカリがいいのです。知ってるんだけどね、知ってるんだけど、私はアクエリア派で行ってるんですけどね。だからこれからちょっと儀式としか言いようがない。自分の中でしか、自分がどうしたら納得するかっていうのは自分しか分かってないから、だからこれからちょっと自分にとって大事なものとかそういうの全部置いていく。それで刹那とかも全部解放する。それでやらせるだけやらせて、それでここを最後にする。それで全部自分の家とか、人間関係とかも加賀一筋、そういう風にして普通の人に合わせていこうかなっていうのが私の考えです。まあそんなところですかね。で、私は水玉とか全く関係ないんですけど、まあ今のところミノーラっていうと、もう私、刹那、ユマがすごくメインになってるので、まあ仕方なしじゃないけど、連絡簿としてこちらを利用させてもらいました。で、最近やってることって何かあったっけ？なんもないかな。普通の生活をすること？花火大会とか行ったり、お祭り行ったり、誰かと一緒に寝たり、そういう普通の生活をできるようにっていう風に心がけて、もっと事件化がないようにやってるんだけど、今日だけはもう全部解放して、もう今日で終わりにしようと思ってます。意識が頑張ることないんだけどね、ただ解放するだけだから。だから今日で終わりにしようって思って今日は来ました。解放は徹夜、今日解放は夜するんですか？もう昼間のうちにやっても夜のうちには帰るようにしてる。体力減る前に作業してほしいです。そうだね。そうするか、もう今日で、他に誰かが来るかもしれない可能性もあるんだけど、私の中では今日で最後にしようかなって思います。そんな感じかな。すごい覚悟だね。もう身投げしないとね、もう今後やっていけないっていうのが私には分かった。だから刹那とか今とか諏訪の引き連れてやってるかなっていう感じ。別にその儀式的なものを見せるつもりもないし、自分の満足がいくようにやればいいだけだから、その記録だけ残しておきます。見に来てくれた人ありがとうございます。多分これからミノーラは良くなっていくと思います。というか良くなってもらわないと困るんで、こんな夏日にね、外に出れてるだけでもマシなんだ。そうやってちょっとずつだけど、良くなっていかないとしょうがないから、
もうそう考えた時に身投げするしかないっていうのは私の中で覚悟というか腹をくくってあるから、で今日で終わりにしようと思います。私の中でのなんて言うんだろう、悶着というか耐えてきたところ、そういうのを全部終わりにしようと思います。まあでもミノラは本当に良くなっていく一方でしかないと思ってるんで、お薬もそこまで飲まなくてもいいし、だからもうなんだろう、自分の問題にいっぱいいっぱいになっちゃうと、その周りのこととか見えなくなっちゃったりとか、例えば健康管理だったりとか人間関係だったりとか、そういうのもないがしろになっちゃったりするし、まずはそこまでたどり着くところから始めていこうかなっていうふうに思います。顔出して、私は、じゃあ今日はありがとうございました。この時間に、じゃあ失礼します。